そんな人類永遠のテーマについて僕は毎日悩んでいる。星の数ほどある水着の中で絶対君主として部に君臨する我らが陸上部部長鋼鉄の王。違います、わざと覗いていたんじゃないです。これはたまたまです。いや、うっかりです。いや、何かの陰謀です。僕は陥れられたんだ。何をわけのわからんこと。そんなことより私は決めたぞ。お前こそ我が後継者にふさわしい。だから僕は無実で。え、後継者？今ここに宣言する。横寺陽太を次期部長に任命する。なんで。横寺陽太、お前は入部以来一日たりとて部活を休まず、情熱を持って日々スクワットに励んでいた。いや、それはもちろん水着を1秒でも長く見たいからである。他の者もこの男に範を取り、陸上を愛し敬う。このことばかり考えていたいんだ。部長どころか部活もやめて、女の子とイチャイチャして一生を終えたい。煩悩で人生を棒に振ろうとしてやがんな。横寺、そんなおめえさんに譲りてえもんがある。おお、これは伝説の芸春姫始め大戦。こっちは激レアの街角水着セレクション、そして魅惑の黄色い楕円。門外不出の宝物だったんじゃないの。横の字よ、俺はもうエロの道から脱却したんだ。何言ってるんだポンタ。あの日共に誓った女の子への夢と希望はどこに置いてきたって言うんだ。変態さん。待って、誤解だよ。誤解も視界もないです。見てないです。何も見てない設定ですから。設定って言った？その設定は後で確実に解明されるよね。もちろんです。日本中のお巡りさんが私の味方なのです。なんか誤解してるってば。僕とゆっくりじっくりしっぽり語り合えばわかるから。嫌です嫌です、そういうのは愛がないと嫌です。そういうのってどういうの。黙ってれば優しくするから。優しくも激しくも嫌です。私今すごく不幸です。だから誤解だってば。私全然美味しくないです。貧相だし、ぺったんだし、すっとんとんだし、身体測定もクラスで一番ヘッポコだったのです。あと2年待ったらきっと美味しくなるから、それまで、それまで綺麗な体でいたかったです。でもあの子偉そうな割にひっといペチャパイだよね。あれ、おかしな、思ったことが勝手に。ははーん、あなた面白いこと言うじゃない。しつけの悪い犬に噛まれたみたいです。しかし近くで見てもやっぱり、ね、大丈夫だよ。僕は大きい方が断然好きだけど、世の中には貧乳はステータスだ、希少価値だって人もいるし、それにぺちゃんことブラとかも必要なさそうだし、形も崩れないっていうか、そもそも崩れる形がないっていうか。やったね、ラッキー大貧乳。失礼しました。ずいぶん楽しそうだな。何よあなた、邪魔しないで。黙れ。邪魔は貴様の方だ。この男は今から生か死を選ぶのだ。デッドオアダイ。デッドダイ。わーい、女の子に奪い合いされるなんて夢みたい。おい横寺、なぜ朝練を無断欠席した。実は昨日の晩いろいろあって寝坊。その格好はまずい。その格好はダメ。何を言っておるのだ貴様。短パンってどういうことですか部長。スパッツは、いつものスパッツはどうしたんですか。青春の束縛的フェティシズムが台無しじゃないか。今すぐ脱げ。そして直ちにスパッツに着替えろ。この考えなし。変態さんですね。
誰？なぜジロジロ見るのですか？噂以上の変態さんですね。違うよ、君誰？こうすると思い出せるですか？こんなところを見られたら僕はまた。またなのですか？え、そうですか。あれが初めてじゃないのですね。完全に完璧に全璧に変態さんなのですね。は、君もしかして一本杉の？つつかくちつき子と言います。では恥ずかしいので私の上から解いてほしいです。恥ずかしい？はい、死ぬほど恥ずかしいです。猫像に祈ったあの日から私は表情がうまく作れなくなったです。つまり僕の建前はベルトと一緒に消えて私の表情。いや待てよ、楽に笑える方法ならあるよ。あ、何ですか？それはこうするのだ。笑い笑い笑い、もっとかい。おや、これじゃ僕本当の変態みたいだ。みたいじゃん。それで今日はどうしたのですか？鋼鉄の王が本音と建前に悩んでる可能性にチャレンジしてみたんだけど。おはようございます。おう横寺、変態の病は無事に治った。そんなに胸が膨らみ始めたのは小学校何年生ぐらい？この下道、死ね、もう三度死ね。あまりだったよ。うまく本音を出せない人を探すのはわかるですが、もっと別の方法があるような気が。